おい、ちょっと待って、爆笑じゃないわ。楽勝とか言ってごめん。はい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。ということで、見づらい。今回は、アンセス、モノリスにゴーンするね。ハリー、ハリーです。ということで、このモノリスの中に入って、あ、ちょっと待って。先にここルーラポイントあるやん。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に灼熱の火山、エルピス山頂が追加された。なんか向こうに。魔導の力。はい、ってことで今回はこのモノリスの中に入って、空中ライドをできるようになろうと思います。ほい、来たよー。これでなんだ ?A ランクってことになるんかな?こちらはモンスターマスター専用施設、バーチャルコロシアムです。これよりあなたの施設利用権について確認をさせていただきます。どうぞどうぞ。アイナ様の情報を確認。登録データと照合完了しました。登録番号976374。ようこそアイナ様。今回アイナ様には A ランクをご案内させていただきます。A ランクに合格されたモンスターマスターが獲得できる力は空中ライド。これは空を飛べるモンスターに乗り、天をかける力となります。行動範囲を広げて冒険の足がかりとなるこの力のために、ぜひご参加ください。空中ライドができるようになったら本当に一気に広がるよね。ライドの獲得は戦闘による試験で判定します。奥の扉へとお進みください。てかこの辺がいまいちわからんねやけどさ、戦闘と、この空中ライドを手に入れることと何の関係があるんだろうか。空中ライドで行く場所のモンスターの強さってことかな。A ランクのライセンス試験を開始します。参加の意思は終わりですか?もちろん。では、試験を開始いたします。頑張ってください、アイナ様。イェーイ、頑張る。めっちゃ頑張る。モンスターがね。試験の前に、仲間モンスターのコンディションを回復いたします。仲間モンスターの HP と MP が全回復した。ではこれより A ランクのライセンス試験を開始いたします。よし。なぜ私が構えるのかはわからんが。あ、でもやっぱり A ランクっていうだけあって、見た目からして強そうな感じがする。頑張れ。頑張るんだ私。私じゃない。私の魔物たち。やっぱそこ一番に行くよねやっぱそこ一番に倒れるよねー。お、いいぞ。うちの子たちは守りも優秀だ。いけいけー。お、いい感じいい感じ。って言ってもまあまだ一回戦目なんやけどね。空中ライドができるようになったら本当にね、ワクワクするから。いろんなとこ行けるし、レベルアップ。レベルアップしよるときにも、レベルアップしよるとき?レベル上げしよるときにも私いろんなとこうろちょろするけんね。よし。いいぞ。まあ、でも前回も1回戦目は余裕やったけんね。お見事です、アイナ様。続けて2戦目を開始いたします。はい、どうぞ。おー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 。さらに怖そうな感じの。さあ、来たぞ。あの、ドロドロマントルってやつさ、なんか顔怖い。顔怖い。それ以外のやつらはまあ見たことあるし戦ったこともあるけど。あ、びっくりした。こっちが消されたんかと思ったよ。あ、そうよね。この試験中には道具が使えんのよね。あ、そっか、命令も使えんのか。ちゃんと判断して回復してよ、ホイミスライム。仁王斬りって何?仁王立ちの仲間?爆砕斬り!お、お、これは、いいぞいいぞ。2戦目もこれは楽勝なんじゃないか?わー、ちょっと待って、爆笑じゃないわ。楽勝とか言ってごめん。爆笑とか最悪やんね。あ、そうよ、これ MP なくなったら最後なんよね。ちょっとちょっと。伐採マシーンもね、ちょっと控えめにしてね。いつもバン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 マジックポイント使ってくれるけん。まあでも使うけんこそ強いんやけどさ。
節約というのも大事なことなんだよっていうのを教えたい。お、やったね。イエーイ。2戦目の勝利、おめでとうございます。いよいよ次で最後となります。おー、やっと。油断されることなく、最後までご検討くださいませ。今んとこ多分、マジックポイント大丈夫だと思う。おー、なんだなんだ、もう。ガメゴンロード。さあ、行け。鬼面同士はね、もうバンバン戦いよんやけど、アトロン2匹は戦ったことがないからどんなもんかが。あーでもいい感じに。ええマジでそこ一番に倒すんすか。なんか自分がこの2匹を率いてるぜーみたいな感じでドーンと真ん中におったのにさ、そこ一番に消えます。あ、これは楽勝かもしれない。3戦目なのに悪いけど、ごめんね、勝っちゃうわとか言ってたらやられるからやめとこ。あ、やったやった、よっしゃー。でも経験値5000ももらってあんなちょびっと動くだけっていう虚しさ。お疲れ様でした。試験は以上で終了となります。おめでとうございます。あなたは A ランク試験に合格されました。当施設の規約に基づき A 級ライセンスを発行いたします。てか戦闘ライドにはなんで試験がないんやろうね。その辺の区別は何だい。アイナは A 級ライセンスを手に入れた。イエーイ。これより空を飛ぶモンスターに乗って天をかける空中ライドが使用可能となります。体験式のチュートリアルをご用意しました。コロシアも出てご参加ください。お、ちゃんと外なんや。それではこれより空中ライドのチュートリアルを開始いたします。あ、外ってそういうことね。現在出口のモノリスには鍵がかかっており、その鍵は高い段差の上にあります。鍵を入手するためには空を飛ぶことができる空中モンスターにライドする必要があります。メニューのライドモンスターで空中モンスターを設定してください。ほい。空中ライド、あ、ここじゃなかった。羽のマークだからついライドモンスターね。あ、じゃあとりあえずこの、ここが陸上ライド、水中ライドできとるけん、さあヘルコンドル、お前に乗るよ。ん？どこだ？やめる。やめれない。はい、やめる。やめるじゃない、オッケー。そして違う。ほい。空中ライドを入手すると B ボタンを何度も押すことで連続ジャンプができます。空中ライド属性のモンスターは他の属性より連続ジャンプの回数が多く高く飛べます。空中モンスターに乗って上空へと上がり、段差に置いてある鍵を入手してください。はぁ、飛び立てる。あ、そこやね。なるほど、あったー。モノリスの鍵を手に入れた。やった、無事にモノリスの鍵を入手できましたね。その鍵を使って出口を開きましょう。さあ、滑空。この滑空もかっこいいよね。はい、来た。おめでとうございます、アイナ様。出口のモノリスを解放なさったようですね。空中ライドはあなたのこれからの冒険で必ず大きな助けとなるはず。ご活用ください。以上でチュートリアルを終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バーチャルコロシアムから出られる前にあなたにお伝えしたいことがあります。お、なんだなんだ。実はアイナ様がここを訪れたのは初めてではありません。ん？まあ、そりゃね、もともと乗ってたみたいだから。かつてあなたは A 級ライセンスを持ち、仲間たちと共にマザーと戦ったのです。しかしあなたは敗れ、記憶を奪われて楽園という空間に閉じ込められた。そして仲間に救出され、あなたは再びこの地までたどり着いたのです。ライセンスも取り上げられるの？そう、時は来ました。なぜアンセスと呼ばれるのか、あなたの使命は何なのか、レジスタンスの秘密基地に行けば全て明らかになるでしょう。レジスタンスの秘密基地、そこにあの謎の少女が。お？エルピス山の西側にある峰にその秘密基地は隠されています。
バーディー。彼の力を借りれば、その高さまで飛べるはずです。あ、今からは秘密基地に行くわけね。彼女が。レナーテが待っています。行ってください、アイナ様。お、それが謎の少女の名前？レナーテ。言いにくいね。レテーナの方が言いやすいよ。そういう問題じゃないか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。